こんにちは、たつくりです。今回は折り紙で節分のマスを作っていきます。このマスは平面なので貼り付けて飾ることができます。文字はペンで書いていて、豆はクラフトパンチで切り取った丸い折り紙を糊で貼っています。クラフトパンチがなければペンで書いてもいいと思います。比較的簡単なので節分の飾り付けにぜひ作ってみてください。では早速作っていきます。まず裏返します。右端を左端に合わせて折り筋をつけます。下の端を上の端に合わせて折ります。もう一度下の端を上の端に合わせて折ります。折れたらすべて広げます。下の端を下から1本目の折り筋に合わせて折ります。もう一度今折った端で巻くように折ります。下から1本目の折り筋で折ります。裏返します。上の端を折り筋より1センチくらい下にくるように折ります。左右の端が中心で少し重なるように折ります。まず右端を中心より少し左に合わせて折ります。左端も中心より少し右に合わせて折ります。重なった部分を上、下、真ん中の順に差し込みます。上の左右の端を境目より少し下に合わせて折ります。少し下に折った部分を中に入れます。裏返します。クラフトパンチで切り取った折り紙を糊で貼ります。ペンで福の文字を書きます。これでマスの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。